U 字工事の YouTube。 さあ、今回はですね、はい、どれにしましょうか。だからこれがいいんじゃないかって。クレーンゲーム。あ、これしかもなんか過去のさんからいただいたらしい。なんかいろいろこう買ったらこれおすすめだっていうことで、おまけで1個で。箱根さん、ありがとうございます。ありがとうございます。これなんかおすすめらしいんで、これ作ってみようかな。じゃあ俺はこれ。あ、これ飛び出せ海賊くん。いいね。どっかで見たことあるような。あれだよ、なんつうんだっけ、海賊キーパスみたいな。キーパスみたいなやつ。それできんの、ちゃんとできんの。すげえな、すごいね。僕のクレーンゲームは、1320円で、これ僕いただいたんですけど、宮崎40分。なるほど、結構ある、うん、俺は飛び出す海賊くんで990円。もう安いね。目安時間40分。40分、ちょうど お子さんと作るにはいいんじゃないか。楽しめて遊べそうだし、うん、取りかかる。よし、これやります。ほんと取りやすい、取りやすいんだよね。取りやすさ、ほんとに気持ちいいね。サーベルで、もちろんサーベルで戦いごっことか、あとなんかこういう付録のやつ作ったりとかしますね。本についてる付録とか。いや、家でゲームしたり、YouTube 見たり、それ一緒に野球やったり、楽しそうですよ。うちの息子は最近 DS で星のカービィ覚えてちょっとやり始めて、で、まあ、親バカだと思うんですけど、ちょっと可愛いなと思うのは、カービィがこう息を吸って相手の魔物を吸い込むじゃないですか。その時にやりながら自分もへへへへ、親バカだな。そう、親バカだなと思いつつ、そこだけちょっと変わりました。接着剤とかノリとかじゃなくて、多くて見えないと思いますけど、なんかオスとメスになってこれで止めていいみたいな。これね、できました。できました。できた。ちょうど玉が38分。結構やりますね。だからバッティングセンター行って、子供と最初はもう80キロじゃないですか、はい、1年生だから打てねえだろうなと思って、一番最初は当たった分だけ100円やっかなっつってやったんですよ、うん、20球中3球ぐらいかすったりなんか当たったりしたんで、ちょうどいい300円だと思って、俺の中な。でまた次の日、よし行くかっつって行って、今日は前に飛ばした分だけ100円やっかなっつったんですよ。9回前飛ばしたんですよ。でも言ったことは守れたと思って900円やらしてあげました、はい、次どうすかなと思ってんすよね。あそこのホームランってなんですか。いや、当たんねえよ。完成しました。顔がね、元々の海賊の顔もあったんだけど、うん、カスタムして差し込みしました。まずこれをセットするみたいなんで、あ、この状態でいいのか、置くだけで。で、下の円を回します。回すと、確かに音がするよ。これを回します。あ、音する、音する。作ってる段階で、ゴムをどっかに引っ掛けて中にセットしてあるんですけど、俺一回一回やんなきゃいけないと思ってたんですよ。外して。それ必要ないですよ、これ回すだけで。飛んでくれ。飛んだ、飛んだ、飛んだ。飛んだ、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 初めて。やんのかよ、これ作ってるから。そうか、そうか、飛んでほしいんだ。おらー、すごい。一個目で。なにこれ、え、俺の作りミスじゃないよね。うーん、これでまた一発で撮ったら気持ち悪いんだよ。これだな。おー、じゃあ本当に当たったんだよ。これやだな。飛ばなかったな。え、ネーベラ刺すとか。いや、あるべ。ネーベラ。何？これ一個剣多いのか。おお。ずり、おめえ刺さってなかったんだじゃんこれ。いや、これがね、斜めなんですよ、これ。あ、そう。うん。もう一回やってみるよ。なんだよ。よし、こう気をつけて。あ、当たった。刺したと。いや、今、なんて言うかというか、過去最高の状態でやってるね。メンテナンス繰り返して。よし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 。大丈夫。うおこれでいいんだよ。これでいい。できた。合ってた。あ、でもすげえ。不思議だね。自分でこうできるのすげえ。うん。面白い。うん。うん。
不思議。いいね、これね。もう一つごめんなさい。よし。これを使って、まずは横ね。横は、まず、UOキャッチャー行ったら、クレーンゲームズがピッと押したらさ、横押すやつあるでしょ。そしたらこれで横をこう。第一ボタン。そうそうそう。で、これは何回動かしてもいいっていうあれだから。よし。これで、横が決まりました、横1。これでこうやって。両方を壊すのこれ。うん。こう。うん。お、何これ。おー。で、こっち。紐で。そう、紐。あ、こういうことか。おー。いや、達成感あります。達成感あるな。コミュニケーションを取りやすい子供と。うん。うん。1000円で1時間潰せたらいいですね。この1000円の使い方ね。で、これしばらく使えれば、うん、結構丈夫だし、うん、面白かったです。面白い、おすすめ。チャンネル登録よろしくお願いします。